よし。関係ないでございますが、コーヒーの入れ方のちょっと試験的に、やってみたいと思います。それではアップの画面にちょっと変えます。まずこの状態、松屋式のもう粉が入っている状態ですね。この状態でまず穴を掘ります。これ穴を掘った時に背中の方を使ってスプーンで穴を掘るときれいに掘れるんですね。でこの状態で、お湯の温度をまず95度に、ドリップポットのお湯の温度を上げます。これは何かというと、まあ、簡単に言うと、蒸気が欲しいわけです。その蒸気の量が圧倒的に多いのはやっぱり温度が高い方がいいわけです。だけど残念ながら沸騰しちゃうとお湯が暴れやすいんで、それを防ぐために95度っていうのを、うちの店では使います。でドリップポットをこうやって振ることによって突沸を起こさせて、いらない蒸気はまあ捨てちゃうって感じですかね。でこの状態でこの真ん中にお湯を差します。とにかく真ん中に細く差します。でこの状態で下に落ち始めるまではずっと真ん中でいいです。で落ち始めたのをもう完全に確認してからですね、この濡れてるとことか乾いてるとこの境界部分にお湯を差す感じですね。でこの時に慌てちゃダメです。とにかくゆっくりとゆったりとお湯を差すのがポイントとなりますね。で実際にはこの濡れてるとこと乾いてるとこの境界部分とはいうものの、実際には乾いてるとこにお湯さすの、ここが大事になります。で全体的に行き渡ったらここで3分間蒸らします。でそして蓋を着せますね。この蓋が、今使ってるのはこのドーム型の蓋を使ってますけど、このドーム型の蓋っていうのは、水蒸気がこうコーヒーの粉の中に入り込むときにどうしてもこのガスが抜ける、その時に平らな蓋だとその抜ける場所がスペースがないっていうのが基本的に欠点だったわけです。でその部分の欠点をまあ克服するためにっていうことで、この空間が欲しいということでドーム型の蓋をこの頃は使うようになってます。で実際にこれをやると何がいいかというと、本来3分間蒸らすとこをもう少し少なめの、蒸らしで、やることができます。だからちょっと急いでる時なんかはだいたい2分ぐらいでうちなんかでも蒸らしを終えることが、できるようになったんで、非常に都合がいい、蓋ですよね。で、コーヒーのこの引き立ての場合はガスがものすごく多いんで、この場合はやっぱりしっかり3分間待った方がいいと思います。だけど例えばもうある程度の日数経った、コーヒーの粉、この場合はどうしてもガスがもうないんで、そのガスがなくなってる状態だったら当然お湯は入り込みやすいんで、お湯が入り込みやすいんだったらこの場合はもう3分とか考えずにもうガスが抜けた時点でもう次にお湯をさしてもいいと思います。つまり蒸らしというのは、この松屋式でいう蒸らしというのはコーヒーの粉の中に入っている炭酸ガスが完全に抜け切るまでの時間、これが、まあ、蒸らしと、まあ、考えていいとは思いますね。ですからコーヒーをこう3分間待たなければいけないとか、これが5分になったらどうなんだこうなんだっていうこう話がありますけど、この場合は結局5分経っても結局ガスが抜け切ったという意味では、3分でも5分でもまあ基本は同じ、まあ、僕はそういうふうに考えてます。で実際には5分とか10分経ってくると今度はドリップポットのお湯が下がってますからね。だからその分はやっぱりドリップポットのお湯自体を
やっぱりちょっと上げてやらないと、ちょっとお湯の温度が下がりすぎてるっていう欠点はありますけど、そこの部分は電磁調理器のちょっと電源を入れてやればそれだけで済むことなんで、そう難しいことじゃないと思いますね。でこれでだいたい3分経ちました。でこの3分経ったことによってコーヒーの粉の中の、炭酸ガスが抜けたわけです。でしっかり炭酸ガスが抜けてる場合はここにお湯を差した時には泡が出なくなるわけです。で当然このコーヒーの粉のこの穴を掘った状態からスタートしたわけだから、この真ん中の部分、この部分が盛り上がってここまで、持ち上がってきたわけですね。だからこの真ん中の部分っていうのはものすごく崩れやすい状態になってます。だからその崩れやすいとこに重たいお湯がかかるとこれは、崩れてしまいます。だからどうするかっていうと、崩れにくい場所にお湯をかけるしかないんです。でその崩れやすいとこの隙間にある空間をお湯で満たしていくことが必要なんですね。だからどうするかっていうと、この真ん中と一番端っこの真ん中ぐらいのコーヒーの層の薄いところにこう多めにお湯をかけて、多めにお湯をかけて下から水位が上がってくるように意図的にお湯を差すことが必要になります。だからそこをちょっといっぺんやってみますね。ちょうど外側のところにお湯をかけて、これは水位を上げるためだけにお湯をかけてるわけですね。で落ち始めたのを確認して、もうそこから真ん中にお湯をかけてももうコーヒーの層はお湯で満たされてる状態になってますから、コーヒーの層は崩れなくなります。あとはこのコーヒーの層自体は当然真ん中が圧倒的に層が厚いんです。層が厚いということはどういうことを意味するかというと、そこの部分が一番お湯が通らなければならないところだってことですね。ですから基本的には真ん中を丁寧にやって、外側をちょっといい加減ぐらいにやって、もうすぐに真ん中へ戻ってくると、そういう状態にするとだいたいコーヒーの層の真ん中に7割の外に3割の感じでお湯が注がれることになります。そういう状態でお湯を差してくれればだいたいうまくいきます。ただ気持ちとしてはもうとにかく真ん中を丁寧にお湯を差して、で外側をいい加減に差してすぐに真ん中に戻る。で終了は基本は真ん中で終わります。これはなぜかというと、真ん中というのが一番このコントロールこうが崩れてもこのペーパーにお湯がかからないからですね。でここまでやったら当然ものすごく濃いコーヒーができます。この濃いコーヒーに松屋式の場合はこれがうまみの成分になってますから、このうまみの成分をしっかりと人数分まで薄めます。つまり人数分まで薄めることによってうまみだけのコーヒーを作ることが可能になるんですね。だからこの状態では雑味の成分を溶かさないので、どちらかというとうまみだけのコーヒー、だけのコーヒーになって、どちらかというと長持ち、しっかり長持ちして、濁りのないコーヒーが作れるようになります。これで一応松屋式で入れたコーヒーというのは大体終了ですね。という感じで一回試験的にやってみました。とりあえずこんな感じで一回実験してみました。以上です。